皆さんこんにちは、未来です。今回はですね、こちらじゃーん、見て、今年使ったクッションファンデーションたち。そう、今年めちゃくちゃクッションファンデーション使ってですね、そう、その中で本当にどのクッションファンデーションがいいんですかっていう質問とかも結構いただいておりまして、おのおのね、こう検証動画も出したりもしてるんですけど、この中でね、出してないものもあるんですよ。まあそんな感じで、今回は本当にいいクッションファンデーションはどれなんですかみたいな感じの動画を作っていきたいと思います。でね、肌質みんな違うじゃないですか。乾燥肌の人がいたり、オイリーな人がいたり、混合肌がいたり、敏感肌がいたり、いろいろいると思うんですけれども、ちなみに私は混合肌です。ということで、はい、混合肌で、その中でも夏と冬と全然季節違うじゃないですか。湿度も気温も違ったりするので、まあその辺はちょっとね、ベストクッションファンデーションみたいな感じでするのもちょっと難しいんですけれども、まはい、独断と偏見で決めていこうと思います。ということで、気になる方は最後までチェックしてみてください。それではどうぞ。はい、それでは早速ご紹介をしていきたいと思います。まず1つ目、ツヤ部門第1位、ドゥルル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 ドゥン、こちらジョンセンムルのエッセンシャルスキンヌーダークッションファンデーション、ミディアムっていうカラーなんですけど、これは別途ね、検証動画出してるので、そちらを見ていただきたいなと思うんですけど、なんか噛んだ?噛んだよね。ま、何がいいかっていうと、まず、はじめに、ツヤがめちゃくちゃ綺麗。私、なんか、ツヤツヤしてるの結構苦手だったりするんですよ。ナチュラルなツヤぐらいはいいんだけど、ツヤツヤしてると結構テカリに見えちゃうんじゃないかなっていう、そんな不安もありつつ、ちょっと苦手だったんですけど、これね、めちゃくちゃツヤツヤしてます。ツヤツヤしてるんですけど、すごいみずみずしくて、お肌が綺麗に見えるツヤだなって感じたので、こちらを入れさせていただきました。でね、これの、まあ、特徴としては、まずロングラスティングでカバー力がめちゃくちゃ高いです。ちなみに今日もつけているんですけれども、コンシーラーなしでここのシミが消えちゃうぐらいすごくカバー力も高くて、もうお肌もツヤツヤになるし最強。はい、で、伸びもめちゃくちゃいいですね。ちょっとね、汚いから、もう結構使っちゃってるから汚くて申し訳ないんですけど、ここね、ここの裏がね、ちょっとね、ボコボコっていうか凹凸があるんですけど、ここでクッションファンデーションの量を調節しながら使うっていう感じなので、すごく良かった。本当に崩れないし、このツヤも夕方とかになっても全然こうそのままでいてくれる感じで、すごい好きだったなと思います。これね、マジでいいよ。これね、どこで買うんですかっていう風にコメントをいただいたんですけど、私は楽天で購入しました。ちなみに私、楽天ルームやってるので、楽天ルームに載せたので、ぜひそちらを見ていただければなと思います。ちなみにね、韓国コスメじゃないですか。韓国コスメなので、これプラスリフィルついて、さらにおまけめちゃくちゃつくみたいなね、韓国あるあるね。はい、それでした。なのでね、これをまたなくなったらリフィルを交換して使いたいと思います。じゃあ次にね、マット部門ご紹介していこうと思います。マット部門で一番好きなのはこちらです。じゃーん、シューエムラのアンリミテッドラスティングクッションです。私が使ってる色は664番でございます。これもね、別途検証動画出してるので、そちらを見ていただければいいなと思うんですが、これはね、ソフトマットな、ナチュラルなマットな質感になります。で、カバー力がめちゃくちゃ高いわけではないんですけど、ロングラスティングで結構ね、崩れない。なんなら崩れないで売ってるクッションファンデーションより全然崩れない。そこまでね、こうロングラスティングを売ってるわけではないんですけど、はい、そんな感じです。これのね、なんだっけ、瓶タイプ、リキッドタイプもあって、それはね、2019年上半期のベストコスメの受賞してたかなと思います。本当にこれ仕上がりがめちゃくちゃ綺麗。これをつけた瞬間、まさき、え、今日肌綺麗じゃねって言われた。本当にそのぐらい自信を持って、すごく綺麗ですよっておすすめしたいファンデーションです。カバー力がそこまで高くないんですよ。なので、ここにあるシミちゃんとかはね、隠れないんですけれども、まあ、うん、シミとかなくて、そんなカバーするとこないよっていう方は、これ1本でもできると思います。私はね、これを重ね付けするか、プラスでコンシーラーしたりすることが多いです。でね、これね、夏場もいけると思います。これのリキッドファンデーションは上半期ベストコスメだったから、夏場ももちろん使えると思いますし、今現在私は使っています。なので、なんていうのかな、まあ乾燥肌ではないからあれだけど、乾燥しにくいかもしれない。
って思いました。はい、日本語手が詰まっちゃった。はい、そんな感じのクッションファンデーションです。もうすごい良かったの、これも。でね、またね、パッケージもめちゃくちゃ可愛いからね。はい、そんな感じでマット部門はシュウエムラ1位です。はい、次はね、ナチュラル部門をご紹介していきます。ナチュラル部門はね、どれにしようかなっていう感じなんですけど、私資生堂系列結構使ってね、その中でも好きだったのはこれだね。これこれ、マキアージュのドラマティックジェリーコンパクトを、はい、これも検証動画出してるんですが、まあ、詳しくは見ていただければいいなと思うんですが、これ夏場に使ったかな。夏場に使って、まあ、若干ね、若干テカる、やっぱり。だけど仕上がりがめちゃくちゃ綺麗なんですよ。なのでロングラスティングかってやったら、うんっていう感じだったんですけど、仕上がりがめちゃくちゃ透明感が出て、そう、すごいね、こう、メイクした後はマジで綺麗だった。で、カバー力がめちゃくちゃあるわけじゃなくて、ほんと素肌をすごく綺麗にしてくれるような、そんな感じのクッションファンデーションだったなと思います。で、これはね、全国のドラッグストアとかでも売ってると思いますので、手に入りやすいかなと思います。これマキアージュのクッションファンデーションもまあまあ良かったよっていう話ね。はい、これがねベスト3ぐらいかな。まあベスト3といってもこれがダントツでワンツーなんですよ。ワンツーっていうか、これはもう優越つけがたい、もうつけられない、どっちも同一1位ですね。で、かなりかけ離れてこのマキアージュっていう感じで3位になりますね。そんな感じの順位かな、私的には。はい、以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、数多くのクッションファンデーションの中から私のベスト3をご紹介してみました。少しでも参考になったら嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタン、インスタグラムもやってるのでチェックお願いします。それでは